はい、どうも皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。いよいよ今年から共通テストに新科目情報が追加されます。僕が受験生だった頃には情報は受験科目になかったんですけど、河野塾イズム塾長としてはやっぱり今の受験生の気持ちをちゃんと理解しなければならないというふうに思うので、今回は身をもって情報の勉強をしていきたいと思います。じゃあ今回、試作問題を解いてもらおうと思うんだけど、どれぐらいの期間で勉強する？どれぐらいの期間？いやでも情報結構なんだかんだ重いっていうふうに聞くから、1週間とか。1週間で短い方だからね。河野塾イズムで、その情報の講座が出たじゃん。あ、でその講座が12時間なんだ。ああそうだよね。だから、1日でいける？いやー1日かー。俺冒頭3つの講義は見てんだよ。河野塾イズムの思想に沿った授業をしてくれてるかっていうのを見るためにちゃんと3つぐらいは講座見てんだけど、分かりやすかったね。じゃあいけるね。じゃあいけるかうわーどうだろう、ちょっと緊張してきたなとりあえず1日やれるだけやって、試作問題何点取れるか検証してみたいと思います。情報は2025年度から新たに共通テストに加わった科目で、基本的に国立大学の受験生は受けることになります。単元は大きく分けて情報社会、情報デザイン、コンピューター、ネットワークの4つで、現代人なら知っておくべき内容が幅広く学べます。僕の勉強法はまずは河野塾イズム強手最速マスターの資料をタブレットに入れて講座を受講していきます。各授業の冒頭には目標問題が用意されていて、授業が終わる頃にはその問題がスラスラと解けるようになっているので、成長を感じられるのが楽しいです。今どんな感じ？今情報社会のとこ勉強してるんだけど、面白いね。なんか勉強してる内容が、今知っておくべき知識感がものすごい。共通テスト受けるわけじゃないけど、なんか普通に勉強してて、あ、いいなって思う。全人類やるべきだね。絶対に役に立つじゃん。役に立つ。はい、では答えは32個に進めていきたいと思います。情報は基本的な内容を覚えるだけではなく、しっかりと内容を理解して応用できる考え方を身につけることが重要とされています。また、実は知識についても、特にネットワークの単元は結構細かかったりするのですが、さすが日本初情報の大手予備校講師である藤原先生。理解を重視しながら重要な知識をコスパよく網羅的に教えてくれます。情報に全く触れたことなくても一から分かりやすく教えてくれるので、かなりおすすめです。ではいよいよ第3章コンピューター、ここからプログラミングが始まります。あのプログラミングは僕やったことあるんですけど、久しく触ってないので、このね、講座を通して復習していきたいと思います。ということで、はい、1日勉強していただきました。いやー楽しかったね。今を生きる我々が絶対に知っておくべき知識っていうものがすごい詰まってたね。あと久々にねプログラミングやったけど楽しいね。楽しすぎてちょっと Python 触ったもん。そんな原理に試作問題を解いていただくんですけど、はい、今回ゲストに来ていただいてます。お失礼します。おということで、はい、情報の藤原先生です。お願いします。いや、ご本人登場だ。こういう気持ちなんだ、ご本人登場って。いやもう恐縮ですねもうこの収録しながらこれが河野玄斗先生に見られるんだと思って。いやいや、めっちゃ分かりやすかったですよ。いや本当恐縮ですね。もうこれ以上ないぐらい丁寧に丁寧に分かりやすく教えてて、いや本当に分かりやすかった。もう特にプログラミングとかネットワークって、苦手な子ってとことん苦手なので、もう本当に丁寧に教えて、もう全員分かるっていうレベルでやってます。最初にまず問題があって、これが分かるようになるように解説しますっていう枕言葉があって、実際にその授業一通り終わったらその問題全部スルスル解けるようになってるんで、動画を見るたびにすごい楽しいなと思って、確認問題見た時に意外とここ知らないなっていうふうに思って、緊張感を持って授業を受けてくれるかなと思ってそれぞれ入れてますね。これから玄玄には情報一の試作問題を入っていただくんですけども、今回採点を藤原先生お願いします。これ教えたじゃんって言われるの怖いね全部本当に抜け目なく教えてるんで、あとはもう読解力とか思考力によるんだけれども、もうインプットは本当に全部完璧。あ、じゃあ今俺の読解力と思考力が試されてるわけだ怖いね頑張らなきゃなそれではこちらが情報1の試作問題です。お
しみだね。目標は目標満点。ありがとうございます。満点目指さないと満点取れないから、満点目指さないと満点取れないから。それでは参ります。はい、情報1、共通テスト試作問題。はい、試験開始。よし、選択の番号が0番から始まるんだよね。プログラミングっぽいでしょ。そう、遊び心。そう、インターネットを使ったサービス利用に関する次の問い。相手からのメッセージにはどんな時でも早く返信しなければいけない。違うね。滞らせがち。すいません。早く返信した方がいいね。芸能人は多くの人に知られていることから、肖像権の対象外となるため芸能人の写真を SNS に掲載しても良い。結構俺フリー素材として使われてるけどね。何やってるんですか、勉強してください。ダメだよ。ネットミームになってる。ダメです。ダメです。まあ、この問題はね、割と常識問題として、パリティビットの問題か。パリティビットって知ってる？いや俺知らない。本の ISBN コードってわかる？え、一個一個の本を特定するための番号があって、その最後の数字っていうのがパリティビットになってて、それ以外の数字の部分をうまく計算することで導かれるようになってる。これ頭脳ってね、出たことある。あ、そうなんだね。情報面白いな。情報面白いよ。すごい、 QR コードの問題だ。お、クイックレスポンス。QR コードのさ、3つの頂点に四角の部分があるの、あるじゃん。ああ、うん、あるね。あれがファインダパターン。へえ。あの、向きが分かるようにされてんだよ。で、右下に実は四角が隠れてて、それがね、アライメントパターン。あの、なんかズレを調整してくれるらしくて、これ、情報で勉強した。そういうの知っとくとなんか、普段の生活が面白くなるね。うんうん、QR コード見たときに、お、アライメントパターンあるとか。プログラミング、お釣りを払うプログラミングだ。面白い問題だな。普通に例えば46円のものがあるとするじゃん。はい。それ46円払ったら硬貨の枚数としては一番少なくても6枚なの。なんだけど51円払ったらお釣り5円じゃん。はい。そこで交換される硬貨の枚数って50円玉1枚、1円玉1枚と5円玉1枚だから3枚なわけよ。46円の品物に対して硬貨をの移動の枚数が一番小さくなるのは何枚かっていうのを計算するプログラム。なんか数学っぽいから楽しいよね。プログラミングやったことない人からしたら、枚数イコール枚数足す1って気持ち悪いよね。え、どういうこと？プログラミングの世界では、枚数イコールって言われたら、枚数に次のものを代入するよっていう操作なわけよ。その数学で言うイコールってさ、 A と B は同じものだよっていうことじゃん。うん。でもプログラミングにおけるイコールっていうのは、A に B を代入するよっていう、そういう操作なんだよね。同じ記号でも意味が違うんだね。うん。なんか第4問が数一へのデータの分析だわ。箱ひげ図とか出てきてるね。数2B で統計的な推測っていう単元が必修なんだよ。だからそういうデータを読み解くっていうところをすごい重視してるんだろうね。数1A でデータの分析、数 2B 統計的な推測、で情報でもそういうようなのが出るから、そこのね、勉強しとくだけでお得だね。そうだね、そういうの強い人は一気に点数稼げる、うん、ね。まあ俺統計検定1級だからね。ずるいって。終了。いやー、いけたかも。いけた。いけたかもしんないこれ。いや、なんか、思考力を問う問題が結構いろいろあって、なんか数学解いてるみたいだったね。論理回路とか、まあ、パリティビットの計算とか、まあ、QR コードで情報が与えられて、その情報に基づいてどういうことが分かるかっていうのをその場で現場思考する問題とか、いろんな切り口で思考力を試す問題が多かったな。あんまりその、記憶系とかは少ない、そうだね。最低限の知識は必要で、その知識をどう運用していくかっていうのは問われてるなって感じた。なるほどね。達成感。
やりきった。やりきった。お、じゃあこれは楽しみですね。うん。では採点が終了いたしました。おお、緊張してきた。まずはですね、はい、手応え聞きたいなと思って。手応え。いやー、まあ初めに言っとくと、もし点数が悪くても、あの講座自体はめちゃめちゃいいんで、そこだけは誤解なきよう。結果発表でございます。はいはい、結論、満点でございます。今おい隣でこうやってなんか何やってんだろうと思って顔を上げたら満点だった。いや、よかったー。いや、すごいっすね。いや、顔に泥塗らなくて済んだ。いや8割でもすごいですね。うん、平均点とかってどれぐらいなんですか？そうですね、平均点っていうのが あんまり正確なもの発表されてないんですけども、まあ、一般的に言われるのは、うん、もうこれちょっと難しめって言われてて、全国的にはまあ6割ぐらいっていうふうに言われることが多いですね。あ、この試作問題難しめだったんですね。ちょっと難しいって言われてますね。あ、そうなんだ。うん、特にプログラミングのところが、はい、まあ、前半のところだけ解いて後半はごっそり落としてるっていう受験生が全国的には大半で、後半のプログラミングのところを普通にいい問題だなと思って楽しんで解いちゃったっていう、うん、その文章、日本語をプログラムに変換するっていう、うん、その練習が実は必要なので、うん、アウトプットが必要ですね。そう、それこそ河野玄斗先生は、まあ、ある程度経験者なんですか？うん、競技プログラミングとか触ったことありました。いやー、もう経験してる人ですね。いや、でも満点取れたのは藤原先生の授業のおかげです。手前味噌すぎるな。まあ、でも本当に僕が身をもってね、実感したんですけど、何にも分かんない人でも網羅的に学べる強手最速マスター情報1インプット編が絶賛開講中ですので、ぜひ気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。あと、藤原先生も YouTube やられてるということで、そちらも概要欄の方からよろしくお願いします。いや、結論、河野玄斗は天才だった。ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。